うわ、バスキして。あ、してないんじゃない？まだ完結。これ読んでやろうぜ。16巻です。確かに。バッシュって買った方がいいの？バッシュは買った方がいいんじゃない？でも。バッシュ買った方がいいな。また一緒に買いに行く？バッシュ。なんか。じゃあ買っとったな、あんたら二人。使ってんのあれ。いや、一回友達と。俺はやれてないからな。やる時のために買ったけど。そうね、全身買ったのよね、あの時。そう。本当、お前ら、今から歩いて帰るよねって言って、心配なるレベルの荷物持っとった。すごかったね、もう。うん、テンション上がりすぎて、そう。もうゴリッゴリに買っとった。ゴリゴリに買ってね。豪遊したね、普通に。新しいバスティとバスターも買ったし。ね。買ってたな。買ってた。ボールも買う勢いだったもんね。ボールはあるよな、でも。いや、でも新しいボールもう一個あってもいいかも。外用欲しいんだよな、ちょっと。あ、体育、あ、そうか、体育館と違うんか。そうだね。基本的になんか2個欲しいかな、みたいな。欲しいね。のもある。体育館のさ、あのツルツルのバスケットボール、異常に怖いよね。いやでも、ね、ツルツル、なんかね、段階があるんだよ。最初クソほど手に吸い付かないの、バスケットボールって。なんかザラザラしてて。そう。そう。で、使ってくるとマジでいい感じになってくるの。もう、そう、マジでハンドリング鬼上がるみたいな。超吸い付くってなって、あの最後の最後マジでトゥルトゥルになって、あの手に吸い付かなくなる。あのもう、極限のオンボールボールやな、あの。いや極限まで行くと無理になってくるんだよ。トゥルトゥル何が怖いってさ、パス取ろうとした時に、心臓に当たるわけよ。ボーンっつって。あー、痛いね。バスケットボール痛いからね。いやてか、心臓ってより顔に当たらん？あー、はいはいはい。あー、顔面ね。顔面当たってよく口切ってたわ。痛いね、それは。痛っ。冬とかね。投げたらほぼ鉄やろ、もうあんな当たったら。ガチで痛いよ、バスケットボール。普通に気をつけないと折れるよ、指の骨とか。いやだ。確かにバレー部とバスケ部骨折多かった気がするわ。なんかいや俺ガチダサい骨折したことあるんだよね、一回。尾てい骨？先輩にさ、北見これしまっといて、うるすってこうやってノールックで受け取ろうとしたら指に当たって指折れたんだよ。で恥ずかしすぎてそれ言えずに、北見病院も行っといてくれついでに。恥ずかしすぎて言えずに、あの隠れて部活参加してた。ちょっと二重の痛さやな、実はあの時。でも見バレする心配ありません。めっちゃ隠してた。うわ、鼻とか痛そう。いや俺よくマジで口切ったらリバウンドするときとかも肘当たるしな、相手の選手の。いやーそうね。いやー見よったわって。マジで俺ゴールしたらやばいよな。マジで唇切ってた。NS どこやってたんだっけポジション？パワーフォワードかセンターかどっちか。いやセンター。パワーフォワード。パワー。まあ、俺よりでかい選手が出たらパワーフォワードだけど、はいはい、さすがにね、まあ、そっちの方が多いかな、だからでも、センターよりはパワーフォワード気味だった気がする。まあそうね、パワーを使えるんだ、そのフォワードは。まあ、ネスも俺からしたらでかいけど、やっぱバスケってもっとでかいやついるからね、普通に。いや、そうなんだよな、びっくりするようなプロの世界。俺たちの身長でガードじゃん。そうね。ミッドフィルダーはいんの？いないね。ミッドフィルダーいないんだ。ゴールキーパーとかいると思ってる、もしかして、バスケ。ディフェンダーでしょ、それは。アタッカーみたいな感じなの、扱いとして。アタッカー。まあ、ガードって言いつつも別に、そのディフェンスとかじゃないんです。なんか、ボール運びとかしたりとかね。ポジションの位置と同じ、位置を、位置のことを表すの。役割やね。役割やね。役割なんや。へぇ。バレーみたいにローテーションとかあったりするの、その、チーム内で。そういうのはないんだ。まあ、あれやるとこはやるかもしれないけど、ないかな、基本。基本、なんか固定のやつを練習するから、でも。PG が司令塔、PG、ポイントゲート。ポイントゲート？ガード。ポイントガードな。まあ、身長低い人がやりがちだけど、プロの世界とかだと、俺の身長で、ガードやってたりするから、マジで怖い。信じがたいわ。北見が SG、サイレントゲーム。サイレントゲームって、ね、絶対に何も仕事してないんや俺試合中。サイレントコーやろこれ。サイレントただのサボりやね。サイレントコートの端でしょサイレントゲーム。監督に怒られないように端っこにいてね。そう、もはや4人だったら。そんなやつは試合に出すな。絶対に黒子やもう。いや黒子は働いてんだよ。ガチで言っていい？ SG の略称ショート、
ガードナー。ガードナー、ガードナーって何？ポイントがガードなんだか、ポイントガードなんだから SG もガードなんだよな。ポイントガード、ショートガード、スペシャルガード。スペシャルガードかっこいいな。ここぞって時に。スーパーガード、スーパーガード技みたいじゃない、なんかジャストでガードした時に出そう、スーパーガード。カキーンっつって反動ゼロに相手がね、ノックバックすんだよね、スーパーガード、うん、パリーみたいな。パリーだな。どういう名前なの？シューティングガードだね。まあ、ちなみに俺別にシューティングガードじゃない、でも。あ、違うんや。うん、まあいろいろ経験したことあるけど、いや俺あのアウトサイドのシュート別にそんな超得意なわけじゃないから、どっちかというとスリーとかね。やっぱスリーポイントの瞬間が一番盛り上がるの？いや、まあマチマチじゃない。でもマチマチじゃない。うん、最近なんかね、日本人の方がスリーポイント決めとったよね、確か。ああ、試合で、うんうん、河村くんね、流れてきた。かっこいいよね、めちゃめちゃ、うん、うまい、マジで。NBA とか楽しいよね、見てる。ねえ。うん、おもろい、普通に見よくとね。なんかやりたくなるよね、自分も。いや、やりてえ。マジでやろうぜ、ね、バスケ、人集めて。やりたいね。なんかアクエリ作っとくよ、じゃあ。アクエリ？うん。マネージャーマネージャーやってくれるの？やればいいのに、自分で。いや、別にそんなガチでやんないよ、ちなみに。そういう時は。でっかいやつ買ってくるから、ボタン押したら出てくるやつ。俺とネスとかだけだったら、それはガチでやるのかもしれないけど。みんないろんな人を呼ぶんだったら、それは楽しくやろう。みんなやれるよ。めっちゃ楽しいんだから、バスケ。遊びでやると。そう、遊びでやると。そう。大体、ワンオンワンとかあるやん。ツーオンツーとか。ワンオンワンやりてえな。ワンオンワンね。相手は先行が有利な。今別にそういうのないんじゃない？ルールはおのおの決めればその時に、うん、シンプル勝った負けたの勝負だ。で俺が来たミントワンワンやったらどうなる？もうフィジカルでゴリ押しかいけるかな果たして。体育の授業くらいが一番楽しかった。そうね、あーそうね、一番楽しい。あれそれはそうかもしれない。なんかね、体育の授業楽しかったわマジです。青峰の技決まるまでずっとやりよったもんね、うん、永遠にしてやりよった。余裕で負けたまあそうだろうな要因決定戦とかで確か決まったはず。でも一番盛り上がった、ちなみにやけど。いや楽しいよね、なんか球技大会とか楽しかったよな。楽しかった、球技大会ね。バドミントン、春菊やんて。え、何？春菊やんて。春菊。ああ。ツイートか。あれはちなみにないけど、2人が先に勝手にツイートして、僕に言わずにツイートして、でなんかしとるやんっつったら、そうさっきツイートしたっていうから、わしも春菊おいしいってつぶやくわって言って書こうとしたけど、食べてなくて味がわからんかったけん、たくさん悩んだ結果春菊だけ送ったって。何かのね、SOS かと思ったもんね、あれだけ見て。春菊、ね。何かメッセージ性があるんじゃないか、ここには。焦ったでしょ。ネクスト解説ヒント、春菊。どんな事件で春菊が絡んでくる？ドゥ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 。バーンそう、完璧。今、飛び出しまったわ。ありがとうございます。バーンうめえんだよ、お前。さすが鍵屋だな、お前。いや、素晴らしい。すごいね。サービスがすごかった。すごいよ。嬉しくなった回線止まんねえんだから、こっからもう。俺はババセンだって言ってたのに。俺らと遊園地に行ったら、なんか、黒い奴らに殴られました。おい、記憶曖昧になっとるやんけ、殴られて。しっかりしろよ、お前。